金優星は、朝鮮民主主義人民共和国のサッカー選手、4.25体育団所属。北朝鮮代表、ポジションはフォワード。2014年に4.25体育団加入後、同年から2年間、FC ジューリッヒのリザーブチームでプレー。2016年にチームに復帰。2017年3月14日に行われた。 AFC カップグループステージのホームエルチム戦で一試合五ゴールを挙げて注目を集める。アウェーでの対戦でもハットトリックを達成し、チームは地区間プレーオフ準決勝で敗退したにもかかわらず、得点王に輝いた。2014年に AFCU-19 選手権2014に出場する U-19 北朝鮮代表に選出され、全六試合に 出場、2ゴールを挙げ準優勝に貢献。翌年の 2015FIFAU-20 ワールドカップにも出場した。また、U-23 北朝鮮代表として、AFCU-23 選手権2018にも出場。2016年にフル代表に招集され、同年の国際親善試合、ベトナム戦で、金国半島の交代出場で代表デビュー。 2017年6月6日にカタールとの国際親善試合で代表初ゴールを挙げる。同年行われた AFC アジアカップ3次予選では、アウェーマレーシア戦でのハットトリックを含め6試合6ゴールを挙げる活躍を見せた。2017年11月13日現在、ありがとうございます。